今年度東京芸術大学デザイン科合格者によるデモンストレーションの様子です。今何をしてますか？ニンニクの報告です。ニンニクの報告、ポイントは何ですか？ニンニクの皮の薄いところとかを、薄さを出せるようにって感じです。なるほど、はい、ありがとうございました。はい、お茶日の講習会では芸大合格者による作品制作の様子を公開しております。